はい、こんにちは、こんばんは、皆様、マックスでございます、はい、こんばんは、ヨシロックです。レッスン2回目です。そうですね、はい、過去ね、2回動画をこう流してるんですよ、うん、ギターを買いに行くっていうのと、うん、はい、前回のレッスンっていうのがあるん で、はい、もしまだ見てない方いらっしゃったら、うん、そっちから見てもらえると話がこう続いていきますので、うん、ぜひそちらも見てください。はい、マックスさんの成長がね、はい、多分この動画とかは、うん、僕が上手くなって、うん、ちゃんと聞けるようになったらみんなに振り返ってくれると思うんですよ。だから頑張ろうかなと思ってて。はい、ということで今日第2回目は、第2回目練習しました僕。はい、あ、ちょっとやってみますか、うん、もうめちゃめちゃ練習しましたよ。もう、はい、これぐらい練習しました。あー、目立つ。いつかビデオ撮ってっていう感じ。ミュートがまだ慣れないんですけど、はい、まあ少しスムーズになったかなと、うんうんうん、ね、いいですね、うん、いいですねみたいな。でも実際のテンポはバラードだし、うん、あ、もうちょっとゆっくりじゃないですか。うん、だから、ね、あの全然大丈夫。大丈夫です。じゃあイージーカムイージーゴー、イージーゴーやります。はい、やっぱね、やっちゃうんですよ、このバイーンってやつ。これがイラ立つんだ、本当に。じゃあ、今回は Easy Come Easy Go のサビの部分でいきましょう。コードは4つ。コード4つ、はい、はい。まず、10フレットなんですけど、前回は5弦と4弦という、今回は3弦、3つ。なんか音が変だね。うん、これが、2本で押さえるのがしんどかったら、こう、1本で、薬指1本でこう。僕でも、指太い方だからと思うんだけど、この第一関節がちゃんとこっちに曲がらないから、多分辛いんだと思うんだけど。そうですね。うん。で、右手。右手。前回は、こう、ブリッジ押さえて、うん、はい、ずっとこうだったでしょ。はい。ずっと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 。今日は、こうね。これ、ちょっとね、これでいいやつ。遊ばない遊ばない、ほら、ユジロック、レッスン中、レッスン中、もうすぐやるんだから、そういうの。チャツツのチャーはね、チャツツのチャーをね、チャーはね、ここ、乗せない、はい、あ、乗せない、チャーツツチャーツツチャーツツそう、チャーツツ、ちょっと、うわ、難しい、ちょっと浮かすね。難しいね難しいね、これはもう、マックスさんの ここの足のここを見せたい。見えてないからものすごい力入ってる。そうそうそう、恥ずかしい。あー、痛い痛いこれはもう、これは慣れるしかないですね。やられるしかないね、はい。お、でもすごい、お、すごいすごいすごい、できてるじゃん。ここ、これ、ここ前回と今日やったやつ、うん、で、もうテクニック的には一緒です。あのミュートでね、はい、こう弾くロックソング、うん、超有名な、うん、ボンジョビの It's My Life 持ってきました。おぉー、 It's My Life。 はい、で、僕の目論見としてはもう来月ぐらいには一緒にちょっとスタジオに入ってこれを弾いてもらうと。マジっすか、そんなこと、はい、マジでできんのかな。できます、できます。もうだってこれを弾くための基本テクニックをもう教えた、ね、うん、へぇ、
夢があるね。夢があるでしょ、うん、じゃあまずやってみましょう。最初イントロと A メロ C、 C、うん、はい、そう、もうこれだけ、これできたらもう A メロはもうイントロ A メロクリア。そんなそんなそんなわけないでしょ。いや本当、じゃあじゃあでしょ、うん、タタタタンはキーボード、タタタタン、タタタタタタタ、そう、ああ、なるほど、ちょっと後ろっこで、はい、じゃあもうだから絶対始まっちゃうんだからそれ。ダダ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 、 It's my life。 おー、かっこいい。簡単、そこまでできたら気持ちいいな。もうでもできる直前に来てますよ。なんかもうなんだったら来週スタジオ。そうそう、4フレット、あー、なるほどな、はい、ちょっと待って、本当にすげえ辛いっていうか痛い。多分あの1本ね増えたから、はいはいはい、それでこうグッと抑えるのがね、力が入っちゃうかも。確かに。It's my life。 そうそう。お。マジで今までいないくらいに。これ逆に気をつけないと、うん、腱鞘炎になる人とか、あ、はいはいはい、あの変位置から入りすぎてこう、はい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 、とかね。これ練習がいがある。マジで。いや、イントロはもう C だけでしょ。はいはい。で B メロは C と F ね。サビはこれだし。これだし。あと、あ、そか、あとギターソロかな。
気持ちいい超気持ちいい超気持ちいい今のでワンコーラスしてやったもう来週にははいいや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 この練習時間かかりますよさすが吉六先生すごいですねさすが吉六先生すごいですねなんか酒臭いんですけどあれまさかいやいやいやまさかですけどいやいやなんもないです最初のイージーカムイージーゴー向かってみましょうイージーカムイージーゴーね何気にちょっと今ので興奮しすぎて忘れたかったやっぱここだな、うん、もう今日2曲サビ、ね、サビっていうかもう It's My Life に関してはもうほぼ1曲弾けるこれでも今見てくれてる人は、はい、あれ2曲やってるのになんで急にボンジョビ入れてきたんだよしろくっていうツッコミが多分いっぱいあると思いますそれは前回ね、うん、言ったように面白くないじゃないですか練習って同じのをやるってうそうそう、うん、で僕も練習嫌いだし、うんはいはい、繰り返しやるしかない、はいはい、初心者の時にそれをやらないといけないのは頭では分かってるけれども、うんモチベーションが続かない、はいはい、考えてるんですね考えてるんですよこれいいわ、吉六先生、はい、だ2曲やってるうちに覚えたことで、うん、次の新しい1曲がもうできるようになるそうなんで、本当信じられないんだけどまだ2回目なのに2回目ですけども、これ It's My Life は覚えればもうできますよモチベーションがすごい高いもんだってそうでしょ、うん、先生がいいすごい。いつも説明下手って言われるっすね、はい、じゃあこれからまたちょっとこの練習も続けて、はい、第4回目ぐらいスタジオじゃないですかこの感じだとマジですか、うん、じゃあ次もう1回練習があってボンジョビはとりあえず完璧にしといて4回目4回目スタジオで来何この撮影、ね、めっちゃ嬉しいんだけど、ね、いいじゃないですかじゃあそれを目指して頑張ります頑張りましょうありがとうございました今日は第2回目の練習、はい吉六先生ありがとうございました、はい、ありがとうございますまた次回会いましょうはい頑張りましょうバイビー